昔から皆さんが悩める愛について愛について考える、はい、M8 小隊二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、アドラーの、うん、幸せになる勇気で紹介されている、うん、その愛するとは、うん、っていうことについて、うん、幸せになる勇気の中で紹介される愛するということ、うん、The Art of Loving も参考にすると良いでしょう、うん、と言われるこのエーリヒ・フロム、うん、愛するということの紹介の動画を上げておりましてですね、はい、あまり人気ないんですけどあまり、はい、うん、3夜目でございますと、はい、1夜目で何を話したかというと、まあ、復習として書いたんですけども、うん、まあ、パート1の動画では、うん、愛は技術である、技術受動的に落ちるものじゃないと、うんうん、でパート2で上げた動画の主な内容としましては、人の歴史、人は基本孤立っていうものを恐れて、それをどう克服するかっていうのがその人の歴史であると。でそれはその生産的活動、ものを作るっていうことだったり、祝祭的なこと、お祭りとか生贄とか、全部その孤立を克服するために人々がやってきたこと、集団の同調とかっていうのも全部そのどう孤立を克服するか、人が最も怖いと思っているっていう中で、やっぱり愛でしょっていう話にしたのがパート2の動画です、うん、じゃあこの愛って何っていうのが今回このパート、そもそも愛とは何だという話を偉そうにあ、エーリヒ・フロムさんがこう言ってますよっていう、あ、エーリヒ・フロムさんが偉そうにかと思いました私が偉そうに言うなと思いかもしれませんけど、違いますと、うん、アドラーの幸せになる勇気で紹介されている愛するということの中でエーリヒ・フロムさんが言っているその愛とは何かでございます。はい、愛っていう、まあ、愛って一言で言うと、まあ、難しいと、うん、愛っていうと皆さんが思い浮かぶこともバラバラだし、さまざまな形があるよねと。でまず挙げられているのが共済的な結合、要は相依存というんでしょうか、うん、双方で依存し合っている形、うん、例えばその妊婦と胎児っていうのも、うん、まあ、共済的結合として、うん、要は2人で1つっていう状態で挙げられるんですね。でまあそれのまた別の形として能動的な共済的活動がマゾヒズムだ難しいですね。あ、要はその何かにすがらないと生きていけないっていう偏った愛、要は依存してしまってる愛がマゾ。マゾで能動的活動としてサディズムっていうのがあるんですけど、その人も結局すがってくるものに対してそのすがってくる人がいないといないと生きていけないっていう偏った形としての愛っていうのもあるけど、本当は違うよねと。その実存の問題の愛、うん、まあ、成熟した愛と書いてあったんですけど、うん、実存の問題っていうのは、うん、実存っていうのは今あることから考えてみようよと、うんうんうん、そのあなたの考えとかどうでもいいと、うん、今あるこの実際に存在しているってことから考えてみようねって話ですね、うんうんうん、から考えると、まあ、理想としては自分の全体性、まあ多分調和っていうことですかね、うん、自分の全体性、個性を保ったままでの結合、うん、要は自分の個性もある、人の個性もある、うん、で全体性もある、うん、っていうのが、うん、その、うん、いい能動的な力、多様性を認めつつ全部が調和されるみたいな、はい、っていうのが、まあ、要はその皆さんが自分を持っている、うん、誰にもすがらない、うん、っていう形がいいよねと、うん、じゃあその能動的っていうのがやたら出てくるんです、ね、うん、能動と受動的っていうのが出てくるんですけど、うん、じゃあその実存の問題での能動的とは何だと、うん、じゃあ能動っていうのは活動的っていうことかと、うん、活動すること、うん、っていうとそうでもないっていうんです、うん、よく言う活動的、スポーツをたくさんするとか、うん、事業を立ち上げる、うん、
っていうのはそれは駆られているだけだっていう話をするんですね、うん、でよく活動的ではないっていう例えとして挙げられる、うん、その自分自身に耳を傾けて、うん、自然と一体感を味わうみたいな、うんうん、でもそのそれってあまり動いてないから、うん、活動的に見えないですよね、うん、能動的のイメージはないないですね、うん、でもそれこそが能動的だっていうんです、うんうんうん、でここでエーリヒ・フロムさんはオランダの哲学者、うん、スピノザがその例えをしています、うん、能動的な感情と受動的な感情を行動、うん、情熱っていうんですけども、うん、能動的な感情っていうのは自由で自分が主人である、うん、それは行動だと、うんうん、情熱っていうのは受動的な感情で駆り立てられる動機のしもべだっていうんですね、うんうん、動機のしもべであると例えば羨望、うん、野心、うん、貪欲、嫉妬、うんうん、これらによって駆り立てられるように活動的に動くっていうのは、うんうん、その情熱っていい言葉で捉えられてるかもしれませんけども、うん、もしかしたらそれは動機のしもべであると、うんうんうん、あの能動的に動いているように見えて、うんうん、実は違うと自動的な自動的に、うん、働かされてるとか、うん、その例えばこの、まあ、こういう感情にコントロールされてる、そうなんですね、支配されてるみたいな、はい、でアドラーが言うのは例えば先ほど申し上げたこの駆り立てられる動機のしもべで挙げた嫉妬っていう感情のことを要はその他者を所有物として扱うときに生じる心だと、要はその都合が全部自分みたいな、だから嫉妬する、はい、っていうその同じ動いているようでも全然違うよと、で愛は能動的な活動で、うん、じゃあその能動的な活動、うん、働あの、うんうん、駆り立てられているわけではなく自分で考え個性全体的な調和、うん、自分で考える、大体みんな駆り立てられてますよね、うん、で自分で考えては全体性、うん、個性、うん、考えて能動的に動く、うん、そういったことを考えながら自ら踏み込むもので、うん、それはもらうものじゃない、うんうんうん、だとよくアドラーとかは承認欲求を否定しますけど、うんうん、承認欲求っていうのももらうっていうことですよね、うん、相手の承認をもらう、他者から承認をもらうっていうことなんですけども、うん、そういうもらうものじゃなくて踏み込むものだと、うんうん、でもらうものではないっていうところから、うん、愛を考えると、うん、愛とは与えることであると、うん、ちょっとドヤ顔をよくなんかその、うん、与えることだって言いますよね、うんうん、言いますねっていう、うん、その愛は与えるっていう流れを今、うん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 、紹介できた気になってます、うんうん、まあでも分かる気がしますね。で、まあ、この次にそのじゃあ与えるって何をすればいいのかっていう話をするんですけども、うんうん、パート3パート3パート4の今パート3なのでパート4の動画ではその与えるってじゃあ何をすればいいのかでその愛の技術についてのクライマックスに入っていくんですけども、ここでやっぱりその考えたいのはその同時並行的にやってるアドラーでもそのやっぱり人をコントロールしたくなる、人を変えたくなるとか人に承認を求めるとか、なんかその全部矢印全部なんかその自分で決めれてない、自分で決めれてない、自分で考えられてないっていうのと、まあ、この辺でいくとあれですよね、なんだろう、その駆り立てられてる部分で行動してるっていうのがありますよね、うん、なんでもしかしたらこの事故の反省になるんですけど、うん、このチャンネル登録者数があって、うんうん、これは駆り立てられてる、駆り立てられてる、違う、これは僕は愛を伝えたいんだそう、与えてるってなればいいんですよね、そう、うん、で私も今回はって思ったのが、
自分の全体性も個性も大事なんだと、うんうん、要はそのやっぱり自分が可愛いじゃないですか、うん、でやっぱり自分が思うようにみんなも思ってくれればいいのにってみんなが思ってるってことですよね。そうなので逆の立場からしたら全く違う考えの全く違う人があんたこうすればいいのにって思っそう思ってるってことなんですよね。そうそう、でまあそれをまず知ること、うんうんうん、でそれを考えてどう踏み込むか、うんうん、どう踏み込むかっていうのがそのまあアドラーさんが言う全ては対人、うん、全ての悩みは対人関係であると、うんうんうん、っていうところにリンクしていくのかなと、うん、どうこの踏み込む技術、うん、要は愛の技術っていうのは踏み込む技術、与える技術である、与える技術、じゃあ、うん、与えるとは何だっていうのを次でやっていこうかな、うんうん、どうしましたいやうまくいったのかなって今、うん、ちょっと、うん思いまして、うん、まあその人の歴史が別の動画でよくそのエニアグラムっていう動画を上げてるじゃないですか、うんうん、それでまあそれはタイプ1からタイプ9まで人はその性格的に分類されるよっていう話なんですけど、それで私あのタイプ6っていうその日本人で一番多いと言われるタイプ6で自分でそうやって思ってるんですけど、そのよくタイプ6の特徴として仲間が大事、うん、人にべったりだみたいなので、うんうん、よくなんかその人の顔色を見てみたいな、うん、そのなんか自分はどうもディスられてるで、なんかその僕ばっタイプ6ばっかりが人を見ているみたいな捉え方をしていたんですけども、まあなんかこの辺じゃないですか、嫉妬でも多分全てのタイプが、うんうん、どうやって人と付き合おうとしているか、うん、自分勝手な行動でどう人と向き合ってるかっていう話なんですよね。そうなので例えば有利タイプって呼ばれるタイプだと、いや、うん、自己主張タイプっていうのと、うん、融和タイプっていう空気を読む人たちと有利タイプ、人から離れるタイプで、有利タイプの人は人と関わらないことで、はい、こう人からのコントロールされないようにしてるわけじゃないですか。でそれは同時に、うん、なんて言うんだろう、僕の中では注目を集めるというか引くことで注目を集めるじゃないですよ。集めるじゃないんですか。あのコントロールされたくないから逃げる、逃げてるんですよ。なるほど、うん、じゃあ人は人をコントロールしようとしてるわけじゃないんです、うん、人をコントロールしようとしてるわけではなくてコントロールされないように心を閉ざしてるんですよ。なるほど。そう、なんか踏み込まれないようにしてる、なるべく踏み込まれないように壁を作ってるんですよね。でもそう、うん、なるほど。そうすると、うん、そういう人たちはでも人との関わりを否定してるわけじゃない、うん、否定してるわけじゃないけど怖いんですよ、踏み込まれるのが。人に踏み込まれるのが怖いんでこうちょっと離れて距離を取ってるみたいな。なるほど、うん、っていう。で自己主張は逆に人をコントロールしようとするわけです。どうやってコントロールしようとするか、なんでどんどん来るみたいな、積極的にどんどん踏み込んでくるみたいな、はいはいはい、っていう動画も上げてます、うん、はい。でちょっとこの愛っていうのは、うん、まあ、それとはちょっとまた関係なく、うんうん、あの人とどう付き合っていくかっていう、うん、なのでこうなんかもうこれ見て思ったのが、はい、大体こうみんな好きになって告白してとかっていうのは、はい、まあ、これでいくと受動的な感情ですよね。感情に支配されてるはい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 、うん、あ、多分相手のことは考えてないですよ。相手のこと、自分が好きだっていう気持ちっていうところでも受動的な感、受動的な感情、情熱ですよね。なのでここで言うはいはいはい、一般的にはいいこととして捉えがちな情熱によってこう突き動かされてるから、はいはい、まあそれは本当は愛じゃないですよって話ですよね。まあ、うん、それが例えば、うん、付き合い始めの初期の頃だと、うん、
まあ、なんていうんだろう、相手にいい顔を見せたいから、うんうんうん、自分のじゃあ欲望はちょっと隠すっていうのはできていくんでしょうけども、うん、それがずっと長いスパンで見ていくと、うん、それを育んでいくには、うん、やはりその隠している部分をどう受容し合うかっていう問題に多分なっていくわけですよね、うん、でその時に相手のことを見ることができるかっていう、うん、自分のこうしてほしいっていうものだけじゃなくて、うん、だからこの辺を手放さなければいけない。そうですね、受動的な感情を手放して、はい、まあ、こう行動、相手を見るんです。そうね、自分が主人として、うん、自分の個性と、うん、相手にも個性がある、うんうん、それを認めつつ認めつつ、うん、っていう方法を次の時間に偉そうに語らせていただきます。はい、はい、偉そうに語ってますかと思いました。あ、全然とても素晴らしい本です。はい、エーリヒ・フロムの愛するということ、うん、おすすめでございます、うん、はい、でまた概要欄にあの先ほどちょっと話したエニアグラムの紹介もして、うん、あの、うん、リンクしておきますので、興味のある人はご覧いただければと思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒お願いします。ありがとうございます。うん。